俺が帰ってきたぜキーはい、どうも皆さん、こんにちは。大好きゲームズクソブシュー、今回はね、久々にね、超久々だけど、帰ってきましたね。はい、マインクラフターですね。はい。もう何ヶ月待たせた俺。何ヶ月待たせたけど、なんか、わかんないけど、結構、期間を、長引いたような気がするんだけど、みんな、もしかして待ってなかった？この企画待ってなかった？はい、ということでね、結構期間が空きましたけど、まあ、その、休んでた理由としては、はい。まあ、単刀直入に言うと、まあ、ただ単に、勉強に熱心でした。はい。こんなバカみてえな俺が勉強に熱心するとは思わなかったでしょ、みんな。いや、人って変われるからね、本当に。いや、マジで人って変わらない人なんていねえよ、ばーって。それで、まあ今回はね、またマイクラ実況やっていくんですけど、確か前回、ネザーだっけな、ネザー行って、そしてなんだかんだして、そしてなんか、ネザーで、俺の記憶通りでは、確かネザーの動画撮り終わってから、俺また、もう一本の動画開けようとしたよね。はい、これまた飛行動画、遠いところに結構行ってたよね、ネザーの。はい。意味わかんない遠いところに行って、そして、あ、これもうネザー予算ねえなと思って帰ろうとしたんよ。はい。で、帰ってる途中に、マグマネイルしましたね。はい。マグマタイム、キー！これ申し訳ないんだけど、本当に。マジで本当に、マグマダイブしました。はい。本当に、油断しすぎてマグマダイブしました、本当に。もうあの時の俺バカやねえの、本当に。で、その、マグマダイブして、そして、動画終わろうとしたんよ。で、その終わろうとして、録画してた動画も、全部パンになりました。はぁーマジでほんと、痛恨のミス、マジで。ほんとに本当にさ、マジでほんと、バカじゃないの、俺マジで。俺のね、録画機能ね、なぜかね、2時間以上のね、動画にね、なぜか、耐えられなくてね、いざ携帯に入れようとしたらね、なんかその時間が長すぎて録画できてなかったようです。はい。わあ！ということで、まあこれからもうやっていくのは、まあただ何？また一から最初ですね。はい。やらかしてー！マジでやらかした本当に。どうしようマジで。まさかマグマダイブするとは思わなかったよー。マイクラ最大の痛恨のミス。マグマダイブ。俺のさ、気に入ってたさ、ダイヤのパンティーがどっか行っちゃったよ。ダイヤのパンティー、パーだよ。古代都市で集めたダイヤのパンティー。マイクラやめよっかな、俺。パート7でもう終わるっていう。パート8か。今これ撮ってんのでパート8か。もうパート8で終了。終了のお知らせ。パート8で終了のお知らせ。もううんち、マジで。なんか労働遅えな。結構期間空いてたからか。絶対ほら。もう早速ね、ほら。もう情けない俺の顔だよ。情けない俺の顔のドアップだよ。ほらほら、もうちょっと見せてやるよ。ほら。この情けない顔見てみろ、みんな。ほら、もう見ての通り。すっぱだかっす。はい。すっぱだかっす。キューで、今回のね、企画は、またネザー行ってもどうせマグマダイブで死ぬと思うんで、一から入れ直しですね、はい。今回の企画はもうできればフルダイヤ装備にしたいと思います、はい。まあ、といっても、集めたものがあるんで、またキー掘るってところからスタートなんかよ。だるいなぁ。壊れそう、もう俺。もうマジで本当にぶち壊れそう。どうすんだよ。一回村の方に行くか。もうやだわ。
マイクラ絶望で、マイクラやめようかなと思う瞬間これだよ、まさに。絶対マグマダイブした人は分かるでしょ。マグマダイブしない、したことないっていう人多分いないと思うよ。そこまで完璧な人はいないでしょ。ここにね、なんかダイヤ11個あるんですよね。とりあえず、ギンギラギンのパンティ行きますか。マジでやったわ、本当に。誰は、またキー、シャッシャカシャッシャカやんないわけでしょ。シャッシャカシャッシャカ。誰は、マジで。マジで誰がやってくれたな、過去の俺。もうイライラしてきた。もうイライラしてきたわ。何やってんのこれ、本当にマジで。何やってんの。そういえば家に木材ってあったっけな。待って、村人のうちの家で。木材あったから見てくればよかったな。もうめんどくせえわ、二度手間だわ、だるいわ。しかも確かこれね、俺調子に乗ってね、ハードモードにしてたような気がするんだよね。調子乗って。ほんと調子乗った俺バカだったわ。やりかもだ。アメリカンドッグのフレンチトーストがよ。今日も元気に卵を産んでますね。もう、マジで頭の味噌もパーリーピーポーほんと。この野郎、生まれたしよ。なんかちょっと殺球したくなってきたな。なんでだろう、故障してきたかな、俺の頭。村にもう木材なかったら終わりの、もう、ザッキーやって、はい、もう終わりです。はい、もう終わりだ。ポーポーポー、頭がバーン、アップアップキーピャー。もう木切ってきますよ。はい、素直に取ってきればいいんですね。はい、食料もねえやんけ。だるいわ。待って、家にやった俺のカボチャ族のさ、カボチャと、鳥さんがさっき産んでくれた卵で、それパップキンパイ作れるかな。待って、サンドも必要か。全然育ってない。だけど家では育ってる。砂糖、砂糖、砂糖、砂糖。砂糖、砂糖、砂糖は、あれ砂糖は、砂糖どこ行った。あ、おかしいな。あれ砂糖マジどこ行った。いや、これで作るか。あとは我のカブチョ族の、カブチョいただくだけっすね。これでできるじゃん、パンプキンパイ二つ。なんか少ないっすね。もう今日一日ただ単に歩き回ってもう寝たままだよ。歩き回っただけだよ。おはようございます。もうだるい一日の始まりよ、もうだるい。かったり。もう変わんちくしょう、マジで。だるいわ。もう、洞窟探索にまず木集めなきゃいけないでしょ。それからあと丸石も集めなきゃいけないでしょ。やることたくさんだ。もう頭のパリピーポになって寝る時間がもう12時過ぎちゃうよ。だるいわ。上がれね。てか、そもそもとしてさ、なんか、洞窟探検とかさ、ダイヤ掘りとか行ってもさ、ダイヤあるかどうかなんだよね。ダイヤめっちゃあるかどうかによって、今日の動画のね、尺の長さが決まるんだよね。尺の長さっていうか、長さっていうか、ほら、悲しい日の雨だよ、もう。ほら、もう、泣いてるよ、もう。もう。俺の今の気持ちこれな。雷雨な。これ雷雨じゃないのかもしれないけど、俺の今の気持ちザンザラザンのどんかかかんのどん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 びしゃびしゃなんだよ。もう頭がほんともう。絶対全ロスした時にみんなもさ、俺のこのさ、気持ち同じでした絶対。マイクラってね、なんか物作りゲームだからね、思うのに。うん、そうだよ。だから、物作りゲームだから別にエンドラ倒そうと思う。エンドラ別に倒さなくてもいいんだよね。タイちゃんのこのワールドも自由だからさ、だから別にさ、世界滅亡しようとか、地球破壊しようとか、あとなんか村人とさ、イチャイチャしたりとかするのはどうでもいい世界なの。自由なんよ、もう。ちゃんとね、壊した木はね、こういう風に植えてあげないと、マジで環境破壊につながるからね、マジ。よーし、木こんぐらい取ったぞ。あとは、これを、つらしとかにしたりとかして、
そして、あー、あと丸石もんなきゃいけねえや。もうだるいわ。あー、だりーな。完璧に今本音出たわ。よし、早速これをつらしにしていきたいところなんだけど、全然もう取れないね。あーだ、とりあえず燃料にして、あーあと木炭もなきゃいけないじゃん。誰よ、ほんと今日一日いっぱいやることあるやん、マジで。なんだほんとに、切れ始めてきたわ俺も。さすがに、さすがの俺も切れ始めてきたわ。もうなんだマジで。あーもう放送事故。さて、焼いてる間丸石掘りに行きますか。もう今日労働時間だわ、もう完璧に。あ、何かしら、もう何、ほんとね、ビビらせないでほんと。なくなったし寝るか。おやすみんご、クラビンゴ、おはようございます。くー、まあここの石も掘っていきますか。もうなんか、やばくなってる。まあもうニータも今日はもうピカピカの頭で剥げてますね。もうなんか毛全然生えてないんですね。あかん、掘るのって言われてるかもしんねえ。こんなとこに石炭めっちゃあるやん。もう神様や、これもう神様、神様。あ、よし、石炭も同時進行に丸石も掘って、でまあ2スタックくらい集まったんかな。まあこんくらいかな。あとは家にある鉄を取って、で洞窟探検行かなきゃあかんけど、の前に食料がねえな。食料をまず取らんかあかん。あ、おかしい、あれ絶対かまど、お前サボってたべ、お前サボってんの分かってんだからな。あー、エメラルド9個しかねえけど、パクティーパイ作ろうかな、買っちゃおうかな。使っちゃうか。もうあるもんはね、もう使わないとね、もう溜まっていくだけなんで、もう使いちゃいましょう。てかさ、このマイクラの世界でさ、エメラルドなんかあのエメラルドでさ、エメラルドで交換するってさ、なかなかすごくない？結構すごくない？だって今のさ、マイクラじゃないよ、この世界、俺たちがこの世界でさ、エメラルドでさ、絶対さ、何兆円とか行くじゃん、何億とか何兆。なのにさ、これすごくない？エメラルドでパン6個くらいって、もう村人どんだけ金持ちなんだよ、ほんと。裕福な暮らし好きやろ。いつもお前使ってるやつな。そう、ぶつかりたい。うーい、ぽい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 。あ、エメラルドになった。ポケットかな、ポケットなんかポケットだよね、多分。ポケットの色がエメラルド色になったね。ってことは下にもまた、あー、あ、ケーキとかもらえるやん。ケーキ専門家レベル4、怪しいシチュー。お前なんかそれでなんか毒とかお前吐いてたりとかやめろよ、お前。一緒に死刑だぞ、お前。牢獄作るぞ。とりあえず、これだけでも多分足りないと思うかな。これ前どっかで掘らなかったっけな。あ、ここか。あ、ここだ。ここでお金出したっけな、出してなかったっけ。あ、どうだったっけな。ライブ配信でやったっけな。それすら忘れてもったからさ。頭がバカになってしまった。もうそれすら忘れてしまったもん。やかんわ。とりあえず、なんかあの、危ないから。ストレッチだけでも取ってこう。これだけの十分だから。あとは、焼けるまで待つか。これは。もう焼けるまで。今日はもうね、いろいろとね、あの、木掘ったりだね。だいたい木掘ったりして終わったんだけど。おやすみんこ、どくらみんこ。おはようございます、おはようございます。はい、おはようございます。じゃあ、早速、穴掘りに行きましょうかね。やっと本題に入れるよ、本題。下にこれ水なのかな。だいぶっす。あ、待って、水だ。水あると思い込んでさ、水あると思って飛び込んだ俺がバカだったわ。うーん、死んだ。じゃあ早速穴掘っていきましょうか。
なんかこれ、どういう風に言ってんのこれ。どっか入った方がいいんだろうかこれ。ブランチマイニングね、こういう風に、縦に行った後ね、あとは横がブーって掘るんだけど。うん、横に掘ればいいよ。だから、ここ掘っていきましょうか。ダイヤモンド赤だ。てかさ、マグマにぶつかるって可能性もあるよね。マグマに。だから念のためね、手持ちにね、なんか、あれは持っといた方がいいと思うな。手持ちに、丸石。いざマグマ来たっていう時に、もうマグマで防ぐっていう。あと、松明作ってなかったわ。もう、洞窟でめっちゃ必須な松明作ってなかった。もう、それすらも忘れてもらった。頭どんだけ俺バカになってんねん。よし。2スタックくらいあればいいか。無駄に松明使いたくないんで。だいぶ暗くなってきたなっていう時に松明置くように、心がけていきたいと思います。もうこういう時にありがたいのが鉄鉱石なんよね。鉄鉱石はマジで本当に役立つからね。だからもうちゃんと取っておいた方がいいよね。あとさ、マイクラでさ、鉱脈っていうものも追加されたじゃん。鉱脈。なんか、どんどん奥にさ、連なってくやつ。そしてあと、鉄のなんか塊みたいなやつあんじゃん。それも確かあったよね。もう追加されてたよね、それ確か。ダイヤってね、深いところに行けば行くほど、あるからさ、ほんといいんだわ。ということは、もうちょっと深ければ、あるってことかな、ダイヤ。ダイヤモンディもしかしたらあるかもしんないね。銅も来たな、銅。銅は俺にとってはそんないらないような感じがするんだよね。早速アイテムが埋まってきたぞ。銅はそこまでって感じなんだよね。みんな銅思う？銅。なんかダジャレ言って持ってるけどさ、みんな銅思う。とりあえずいらないものをもうとりあえずチェストなんかぶち込んで、でまた掘るの再開しましょうか。なんかこれ洞窟にぶつかりそうだな、嫌だな、なんか。なんかさ、左右からさ、ゾンビの声聞こえてさ、なんか嫌なんだよ。しかも正面からも聞こえてさ、なんか洞窟にぶつかりそうな気がする。待って、ダイヤモンディ全然ねえぞ。あれおかしいな。あれ、ブランチマイグニングって意外と効率悪い。あ、おかしいな。本当にダイヤあんのかな。この世に本当にダイヤってあるの？てかこのマイクラの世界にさ、本当にダイヤってあんの？っていうくらいないんだけど、クリエイティブで出そうかな。まあ、そんなバカみたいなことはしないよ。鉄は出てくんだけどな。鉄は出てくんだけどさ、ダイヤモンディが欲しいのこっち。お前らじゃなくてダイヤモンディが欲しいんですこっちとら。わかりますかこの気持ち。あ、ないわ、もう、ここ。じゃあ、諦めよう。反対側掘ろう、反対側。よし、次、こっちだね。こっちには普通にやってほしいんだよね。待って、ここにもなさそうなんだけど。あ、おかしいな。このマイクラ世界にまさかダイヤなんて存在しない？あ、おかしい。もしかして洞窟にはダイヤないっていう設定だもん。またおかしくなってくるよ、本当に。もうこのままだと絶対もう夜の1時になりそう。時間削られるって。おい、時間割いてんだよ、この野郎。出てこいよ。あー、もうこっち出なそう。やめよう。ブランチマイニングは確か、1、2、開けたところのここだね。ここを掘っていくといいんだよ。2マス開けだね、2マス開け。ダイヤ出るまでさ、これ、早送りしていいかな。なんか珍しいものとかダイヤ出るまでもな、俺早送りしますね。どれだけもう、絶望してるかっていうのを多分映像でわかると思うんで。みんなわかってくれるよね、俺の絶望のこの姿。ということで、早送りしたいと思います。今の音楽。行った。
回さ、ブランチマイニングじゃなくてさ、これさ、あと、ブランチマイニング以外にも、なんか他にもいろんな折り方があるんだけど、その中の一つの、風車折りっぽりってやつかな。それちょっとやってみようかなと思うんだけど、風車彫りっていうのは確かね、俺のね、持ってるものは、まずいきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、10マスまで掘りますと。で、こっから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10まで来たら、またこれも風車みたいに、ぐる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 行くんですよ。で、ここでまた聞きますと。で、このままぐるぐる回ってみますと。ロッケイ！びっくりしたい！なんだよ、もう。どんどんぐるぐる回ることに、1減っていくのね。ホールマス。で、ここ4マス。1、2。で、ここ2マス。で、こんなもんかな。これで風車彫りって言うんだけども、こういった感じ多分、ないよね。ない。あれおかしいな。そうないかー。もう風車彫りちょっと効率悪くれ。これちょっとこっちもやってみましょうかね。風車やったけど、一個も出なかったね。うん。嘘やろ、マジで。一個も出ないってことある？マジで。おかしくない？やっぱり。やっぱおかしいよね。もう頭壊れそう。次こっち側に掘ってみようかな。次は、1、2、3、4、5×3 で掘っていきましょうか。やっぱこれ 5×3 さ、これさ、やっぱめんどくさいね、これ。またここもブランチマイニングします。はい。ダイヤ掘りしてからさ、だいぶ時間かかったけどさ、一個も出てこないんだけど、おかしくない？なあ、一個も出てこないんだけど、どういうことこれマジで。どういう原理なのこの世界は。何俺不幸もしかして。いや、そんなわけがない、そんなわけがない。これさ、絶対さ、これ絶対さ、クリエで出せってことなのかな。絶対これダイヤ出てこないやんってことなの。どう見てもこれダイヤ出てこないよ。掘ってもダイヤ出てこないってことなの。
何これ本当に。ダイヤ出る確率もうちょっと高くしてくんねえかな。飽きるぞ。感想だけど。飽きるぞ。ダイヤ出てこないなんてこれもう飽きるぞこれだいぶ。やってて思うもんこれもう。ダイヤ出てこないともうこれダイヤ、ダイヤ出てこないとこれ前から諦めんかだとで、何よ普通俺。だいぶなるな。だいぶダイヤダメージ食う。いや、ドアじゃねえんだよお前じゃないよ。覗いたからさ。ねえねえ。どうお前は全然興味ないから俺。そのまま素通りしていくわ。おかしいおかしい、もうダイヤ出ないおかしいって。もうダイヤ本当にあんのかなこれ。中スライム出てるし。スライム湧き出てるの、なぜに。これは。ここら辺追ってみるか。本当にこれダイヤあるのかな。疑ってきたぞ俺、さすがに。鉄でほろ。AC ジャパンはこの活動を支援し。なんか洞窟に着いたんだけど。危ねえ。いるな。はい。はい、頭。大人だった。怖いな、クライド。マイクラのゲームでさえ俺を怯えてんだよ、怖いなって。洞窟なんで怖いとこれ、現実で考えてみ。めっちゃ怖いよ、ここ。全然ダイヤない。これ見たらわかるでしょ、もう。全然ダイヤがない。おかしい。普通に頭がおかしい。洞窟もおかしい。体もおかしい。あー、なんで出てこないの。あー、もう頭がいかれそう。体もいかれそう。もう歯もいかれそう。うんちもいかれそう。どこもいかれそう。どうしたんだろう、本当に。どうしたんだろうね、本当に。どうしたんだろう、この世界。ねえ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 。さすがに空気重いよ。ねえ。さすがに空気重いよ。これ空気読んでる。頭おかしいんか。全然空気読んでねえべや。こんなのは。マジで本当に。ダイヤ出てほしい。いじらないで、これを。いじると痛い目に遭うぞ、マジで。誰だってそうだ。いずれか絶対タイムにやつをダイヤでないと。いや、ほんまにだからこれ。マジでマジでマジで言ってるから、人って本当に舐めない方がいいよ。特に温厚な人を舐めない方がいい。うわーい！いきなり出てくるんだ。よし。鉄がいっぱいありますね。鉄じゃないのよ、今回は。お前らちゃうね。だけど、これ。なんかもったいなさそうだから、掘る。だって思ったよ、お前ら。来ると思ったよ、お前なら。やばい、俺、下手。ハードモードだからさ、お前、うぜえな。これ。あ、なんかポテイト落としたぞ。あ、待って。あ、ね、なんかレアそうなズボン落としたな。でもいらねえや。いやー、ないね、ほんとに。なんでダイヤこんなにないの、ほんとに、マジで。もう切れるよ、そっそ、マジで。もうお前らだとさ。全然ダイヤないんだけど。全然ダイヤないんだけど。全然ダイヤがない。頭がおかしい。あ、待って、これ。あ、待って、これ、アメジストの宝だやないか。あ、危ね。あいつ。えい、やべ。あ、アメジストや、もう丸見えやん。よいしょ。うおー。アメジストや。しょうがない、これ、ダイヤとか、もうこれ、ダイヤ爪とか。
これ次回に回そう、次回に。はい、ということでね、今回はね、意外とボツみたいな感じだったんですけど、まあ最後にはネザライトっていうね、そういうこういう部屋を見つけてたんで、まあ良しとしましょう。はいはい、ということでね、この動画はね、もしこの動画良かったなと思ったりとか、あと続きとか、あと出てほしいなと思った人はチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあね、バイバーイ。